こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺留分侵害額請求について解説いたします。この遺留分とか遺留分侵害額請求っていうのは、どういったものなのかというと、残された家族のために相続財産のうち一定部分、最低限度ですね。最低限度を取り戻せる制度を言います。例えば、私が財産を持っていて、私が死亡した。そうすると、例えば私の子供だったり、配偶者さんいたと仮定したら、子供だったり配偶者が相続財産のうち最低限取り戻せる部分、これが遺留分なんですね。これどういうことかというと、例えば私が遺言によって私の財産は第三者に遺贈する、こういう遺言を書いてしまった場合、私の財産はその第三者に全部いっちゃうわけですよ。そうすると子供だったり配偶者っていうのは全く相続分受け取ることができないってなっちゃいますよね。そうなるとかわいそうだから、相続人については一定の財産だけは保証しましょう、だから後で最低限は取り戻せますよ、そういったルールがあるんですね。それが遺留分だったり遺留分侵害額請求と呼ばれるもんです。で、今お話しした最低限度、これが遺留分で、最低限度を取り戻せる権利、これが遺留分侵害額請求権になります。で、この遺留分を有する人って誰なのか、つまりこの遺留分侵害額請求権を持つ人っていうのは誰かというと、兄弟姉妹以外の相続人です。これつまり私が死亡した場合、私の兄弟姉妹っていうのは遺留分権者ではないんですね。遺留分を持ちません。つまり私が遺言で私の財産を第三者に遺贈するっていう遺言をした場合、私の兄弟姉妹っていうのはその第三者から一部取り戻す、遺留分侵害額請求権を行使して取り戻すってことはできないよっていう話なんです。なので、できる人で言うと、例えば私の子供だったり、私の配偶者だったり、私の父母、父親、母親だったり、そういった人ですね。代襲相続も含みますんで、私の子供が私が死亡する前に死んでいると、亡くなっているというのであれば、私の孫ですね。私の孫が遺留分権者になりますよっていう話です。じゃあ遺留分ってどのくらいの金額なんですかというと、これ計算式があります。つまりこの最低限度っていくらなのかってことですね。これは遺留分率かける法定相続分の割合、これで計算をすることができます。これ見るとちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、それほど難しくありません。遺留分率っていうのは2パターンあって、もう基本的には2分の1なんですよ。基本的には2分の1で、例外的に直系存続のみが相続人の場合だけ3分の1なんですね。つまり直系存続のみが相続人だった場合の時だけ注意をしてください。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけども、 X、これ私と仮定しましょうか。私が死亡して相続人は父と母しかいなかったと仮定します。子供いない、配偶者いない、そういった状況ですね。父と母のみが相続人ということは、直系存続のみが相続人なので、まず遺留分率は3分の1ですね。これ3分の1になります。で、続いて、父と母の法定相続分の割合っていうのは、2分の1ずつですよね。つまり、3分の1かける2分の1をして、6分の1ということになります。そして私が6000万円の財産を持って、死亡したというのであれば、6000万かける6分の1で1000万。6000万かける6分の1で1000万というふうに計算をすることができます。で、もう少しわかりやすく言うと、ここの間ですね。ここの間に被相続人の財産かける遺留分率かける法定相続分の割合と考えていただいた方がわかりやすいかもしれないです。つまり、6000万円にまず3分の1をかけるよ。そうすると2000万円になりますよね。で、2000万円から法定相続分の割合をかけますよ。つまり、2分の1、2分の1ですよね。法定相続分は。だから2000万円に2分の1をかけて1000万。2000万円に2分の1をかけて1000万という風な感じになります。で、続いて、私がいて、私の配偶者がいる。で、私には子供が2人いる。こういった具体例を考えます。で、この場合っていうのは、相続人っていうのは直系存続のみじゃないですよね。
配偶者もいれば子供もいるということだから、その他の場合だから、遺留分率は2分の1。で、2分の1に対して法定相続分の割合をそれぞれかけていくという感じです。配偶者っていうのは法定相続分の割合2分の1ですよね。つまり2分の1かける2分の1だから4分の1です。例えば私が6000万円の財産を持っていたというのであれば、6000万円に4分の1をかけた1500万円が遺留分です。で、子供について言うと、子供も2人合わせて2分の1が法定相続分の割合ですよね。つまり2分の1かける2分の1、4分の1、2人で4分の1です。で、さらに子供っていうのは2人いるわけだから、それを2つに分けるわけだから、8分の1ですよね。つまり6000万円の8分の1は750万円ずつになりますよ。といった感じです。これも、先ほど言った通り、私が持っている被相続人の財産ですね。財産かける遺留分率かける法定相続分で計算するとこれが出てきます。6000万円かける遺留分率は3000万円ですよね。で、3000万円に対して法定相続分っていうのはこれそれぞれ4分の1ですよね。配偶者が2分の1持っていって、子供は法定相続分の割合は2分の1です。なので、子供全体の遺留分っていうのは1500万円ですね。これに2分の1かけて1500万。さらに子供2人いるわけだから、それをさらに分けて750万円ずつという感じですね。まあ、配偶者の方が分かりやすいですね。6000万円に2分の1、3000万かけて、法定相続分が2分の1なんで、3000万かける2分の1で1500万円というふうになります。で、もしですね、この法定相続分の割合がわからない方については別途動画あります。法定相続分の動画ありますので、そちらを先にご覧ください。まあそうじゃないとちょっとこの内容難しくてわからないと思いますんで、先にそちらをご覧ください。まあ内容的にはそれほど難しくないんですよ。まあわかりやすく言えば、法定相続分に遺留分率かけたらいいですよって話です。例えばこの遺留分なしで法定相続分考えてみると、私が6000万円持っていて死亡したというのがあれば、3000万、3000万が法定相続分ですよね。で、それに遺留分率をかけると。3000万に対して3分の1かけて1000万。3000万に対して3分の1かけて1000万。というふうに答え導けますよね。これも同じです。この遺留分率考えずに、まあ、最後に遺留分率をかけていただくっていう形でも全然問題ないです。6000万に対して、配偶者の法定相続分は3000万円ですよね。半分だから、2分の1だから3000万円。それに遺留分率、2分の1かけて1500万。これで OK ですね。で、子供についても同じように考えると、6000万円に対して、子2人で3000万円ですよね。で、3000万円を2人で分けるわけだから、それぞれの法定相続分は1500万、1500万です。で、それに遺留分率2分の1かけて、750万、750万。半分になると。いう感じです。まあ内容的にはそれほど難しくありませんので、まあ法定相続分かける遺留分率って考えていただければ、まあ答え導くことできます。ただ注意が必要なのは、兄弟姉妹っていうのは、まあ遺留分継者になりませんので、この点だけは注意をしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。